東京大作スクール SLC がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか。まあ、D は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空所の右側、アンド人差し指になってますよね。で、うにゃうにゃと人差し指の間と言われたら、一発で言っていただきたいと思います。そうです、正解は C。 ということで、本日この問題を選んだのには理由がございます。そうです、正解となった選択肢の C。 この意味が言えないという方いらっしゃいますね。いや、もっと言うと、先生、発音どうなるんですか。スーム、サムで親指という意味でしたね。そして他の選択肢はこんな感じですので、選択肢の C。 これを知らなかった方はぜひ押さえていただけるとよろしいかと思います。あとは意味内容を確認いたしますので、文頭をご覧ください。彼は蝶をつまみ上げた。で、親指と人差し指で。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。